この時間帯どうせまた花山生骨院からできたやつはギャギャ言ってくる可能性があるから、もう最初からこういうふうにセットしてる。まあ言い方でわかると思いますけどね、まだいつものあいつらです。で今度はうちうち歩きの人たちを無理やり連れてきてる、その人たちは人の人たち生活したい、もともとああいう風なよちよち歩きのところまで来たらどうかっていうと、もう自分での認識能力なんかないんですよ。で、他の、まあ普通に歩ける老人の人とかでも薬局屋でね、本当にこの薬必要なんですかとか聞いてる人いるんですけども、今度は薬剤師が、
先生が言ったからっていう言い訳つけるんですよ。君の仕事だから。薬剤師の。それプラス医者両方悪いや。